どうも、ダークセイバーです。今回は、四天王のフルコースを楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。フローゼのお休みのキス。マザコンガー。ティーボーンステーキ。サンサングラミー。BB コーン、センチュリースープ、ドリアン。BB コーン。しゃあないやろ。同じ四天王のやつがトリコかどうかもわからんのやぞ。虹の実。虹の実やろ。あとは知らん。ジュエルミートはうまそう。ジュエルミートやろ。暴走したトリコを食材にするんやろ。4つくらいは覚えてる。虹の実、センチュリースープ、BB コーン、ラスボスの腹にいた古代動物の肉。釘を食え。ジュエルミートやろ。アカシアのフルコースも普通に忘れたわ。ペア、アースしか出てこん。ガララはウニ。フグは入っとらん。小松死ぬまで頑張ったのに。ガッツ。メテオガーリック。ティーボーンステーキって現実にはないらしい。デザート、虹の実。肉、知らない。魚、なんかフグのやつ？メインディッシュ、ゴッドだかなんだか。前菜、BB コーン。ドリンク、知らない。メローコーラはうまそう。センチュリースープ。干渉エンドマンモスはボット出すぎて逆に覚えてるが、オーガイに関しては全く覚えとらん。お前はトリコ？リーガルマンモス。トリコのフルコースなんか小松やろ。ティーボーンステーキ。ここってネタにされてるけど捕獲レベル平均だと1300超えとるからな。メインも決まってないし、メローコーラだけは飲んでみたいわ。ミドラのフルコースハラデイ。初期の比較的うまそうなのことごとくダメなんやろ？今まで関わった食材がフルコースについてきてたよな。虹の実の中にびっくりアップルのレベル100が入ってたぞ。オーガイって缶詰やっけ？食えてぇ。ってなるのがジュエルミートくらいしかない。初期の方がうまそうやったね。これはある。アカシアのフルコースがどいつもこいつも全く味の想像がつかん。一番覚えられてるのはミドラのフルコースという風潮。お前はトリコ？一番うまそうなのはこれやろ。ツチノコエビのハムフィッシュのせ。これは本当にうまそうやな。でもツチノコエビの生きてる姿見たらおえってなりそう。わいはこれ。初立ちそこに入れる？オーガイって確か缶詰やして定期的に中身詰めないとただの缶になるんやろか。お前いい加減にしろマジで。サンサングラミーが一番うまそう。ジローのフルコースが一番うまそうやったな。チナトリコの絶頂期。サミーと小松が一緒の時のキノコにバッタの醤油かけて食うやつがシンプルにうまそうやった。ここのフルコースがバカにされる理由が面白すぎる。統一性がなくて手頃でそれなりのやつの寄せ集め感が強いから。お前はトリコ？インフレの犠牲者。俺はトリコ？お前はトリコ？じゃない。捕獲レベルとかいう明らかにインフレするとしか思えない数字を出してきたのが、ドヤ顔がまずいですね。サニーみたいにこだわりがあればレベル低くても許されたのにな。登場時はこのレベルで強者感出してたけど今となっては、なんなんだてめえは本気でよ。他の奴らはそれぞれテーマがあってそれに合うコースだろ。ここはテーマもなくレベル低いからっていうマジレス。インフレひどいかと思ったけどゼブラが飛び抜けてるだけで他と捕獲レベルは大差ないな。ワンピもやってるしジャンク編集が数値化好きなんだろうな。そもそもフルコースメニューって自己申告なだけで別に何の意味もないというね。トリコって決めつけるなよ。くだらなすぎてふふってなった。捕獲レベルなんてナンセンスな。とか1ミリが言ってただろ。まあ見て格差がわかりやすいってのはメリットではあるしな。何も数値化が悪いとは思わん。ただトリコの場合はフルコースの制作ってシステムのせいで、後から見るとこんな雑魚フルコースに入れて満足してんの？ってなるのがダメだったな。グルメ界入ってからならそのフルコース全特化した方がいいだろ。お前は、トリコ？トリコは最初から最後まで捕獲レベルが付きまとってるからな。途中にちょろっと出た戦闘力とは作品に対する影響力が違う。フルコースは入れ替えて更新していく感じにしたらよかったのにな。振る舞うって言っても自分は料理しないんだろ？何のために決めてんの？単にうまかったものの思い出を残してるだけだぞ。で、いつフルコース食べてた？フルコースは適合食材という概念があってレベルが高いからいいってもんでもないんだよな。で、別に捕獲レベルイコール美味しさってわけじゃないから。しかし珍味扱い少なくて刺激と興奮もレベル依存強いよな。料理だからそういう話のやりよういくらでもあるけどいかんせん作者にその方面の構成力は。サニーの美容食材のみとか所長の酒飲みだったら低レベル帯でも良いかなって思うけどここは毒料理とかじゃないしな。ここは初めの方で出たし。ほら、特殊調理食材とかあるから、別に決めたからといって変えたらいけないわけじゃないのになんで固くなに変えない。ほらここは簡単に手に入るけど毒とかで食用にならないが調理次第では絶品になるみたいなのあるかもしれないから。
適合食材って概念があって食ったらあからさまにグルメ細胞のレベルが上がるってのがあるのよ。トリコだとリーガルマンモスとかでそれやってたけど、トリコの嫁の場合死にかけた時にトリコがキスしたらトリコの唾液が適合食材だったから助かったってシーンも。ちなみに散々バカにされたここはこの後オードブルに捕獲レベル2500ドリンクに7000の食材を入れる模様。全く話題にならない主人公の小松。最終的な捕獲レベルのアベレージが一番高いのってトリコの次にここなんだよな。最終的に捕獲レベル何万とかの世界で戦う人たちが捕獲レベル2桁の食材を自慢げに出してるのがね。捕獲レベル高いです、レベル高いです、全部美容関係です。こいつただ雑魚なだけで草。捕獲レベル4500高のサンドリコ入るやろ。メローコーラ捕獲レベルマウントとか起きないのかな。別にこいつがうまいと思ってるんだからいいだろ。更新できる定期、これ一度決めたら変えられないんだよな。その辺の料理人より捕獲レベル低いのはいかんでしょ。これ何がひどいってマンサムよりしょぼいってこと。所長やぞ、所長強いんやぞ。捕獲レベル低い分何回でも取れるんとちゃう。アベレージは放置2000近くあるから、Y が松茸よりエリンギの方が好きなのと同じで結局は好みや毒のせいで獲物に逃げられるんやろ。知らんけど、前菜、フローゼとの出会い、スープ、フローゼの施し、魚料理、初めての家族のぬくもり、肉料理、お休みのキス、メイン、フローゼの笑い顔、サラダ、フローゼの励まし、デザート、フローゼの教え、ドリンク、フローゼの夢、キモい。いつ見てもお休みのキスイコール肉料理がキモすぎて草。ドリンクがフローゼの夢ってどういうことやねん。肉料理にキスを置くのがキモい。ジョア見て興奮してたと思われる。マザコンだからしょうがないわ。最初に愛してくれた人が優しくて美人で美味しいご飯作ってくれる母親代わりだったらゾッコンになるだろ。ユダとかサニーみたいな数字低い割にこだわりが見られないのもマイナスポイント。バランス調整で超高ランク入れても統一感のないクソみたいなフルコースって叩かれるわな。最悪高ランク以外口に入れてもらえないやろ。レベルの高さはうまさじゃないし、なんなら入れ替えもあるやろ。他のやつはある程度統一感あるのにこいつはバラバラで、その上レベル低いというね。この漫画読んだことないけど捕獲レベル高い方がうまいんか。メインがぶっ飛んでるからな。捕獲レベルにとらわれることなくうまいものを求める料理人の鏡や、そういうのはアイマルがやってる。整形の捕獲レベルはこちら2万5000となっております。でトリコはどうなったんや。暴走したトリコを小松が泣きながら調理して終了。 BB コーン前菜って正直クソだよな。最後の方でクッソレベル低いのしかない強キャラおったやろ。他の人たち、こいつらってフルコースも決まってないのに何をもって美食四天王なの。期待の新星扱いや、ナルトの伝説の三忍びが敵からの送り名だったのくらいがっかり。バッカスバッカス&バッカス。サニーと所長はテーマのあるフルコースやしレベル2の次になるのもわかるわ。トリコも低めのなかったっけ。メローコーラ飲ませろ。グルメ界の食材はまずそうだしな。A5 の和牛のステーキより案外ポークソテーの方が美味しい時あるよね。ドリンクはフローゼの母乳とか唾液とか血液くらいにしとけばいいのに。大トロより赤身のがうまいってことや。フルコース人間界バーとフルコースグルメ界バー作るべきだったよな。名演技。ここのフルコースは平均捕獲レベルはクソ高いぞ。ろくでなしブルースの薬師寺ポジみたいなやつなんか。覚えたことをちゃんと他の人にも教えてあげる成人やぞ。っていうかサンサングラミーとかはサニーじゃ取りに行けないんやけど、自分で獲得不可能もフルコース入れていいん。一度決めたフルコースって買えないんか。明らかに微妙なの含まれとるやろ。捕獲レベル高そうなアトムとか入れてなかったっけ。トリコ世界のスーパーでいくらでも売ってそうな食材。この漫画コロコロ設定変わるよな。ここがパワーアップして弓と矢とか槍で戦うようになったのに、次の話では普通に戦い方戻ったりしてた。大事なのは捕獲レベルやないんやでって誰か言ってた気もするが忘れたわ。GHQ が優秀すぎる。トリコが捕獲したものは次行くと大体養殖可能になっとる。四重本体よりそこら辺の猿の方が強いという事実。裏の世界で普通に話してたんやろ。虹の実って一般人に出すときはめちゃくちゃ薄めないとあかんよな。メテオガーリックってここのフルコースに入ったんやっけ。なんでトリコは重箱の墨つついてニヤニヤするやつたくさん現れるんや。トリコのフルコース適当だよな。お前はトリコ序盤に加えたのめっちゃ格落ちていき。は美味しくなさそう。ジュエルミートどこ行ったん。あれは確かサニーやろ。一番細胞に適合してるとかなんとかで。見た目センチュリースープお湯、いや生ゴミ。
ゴッド、惑星、卵。食いもんの好みなんて変わるしな。最後は全部宇宙食になってそう。でも序盤の食材の方がうまそうだったよね。虹の実とか捕獲レベルクソだったよな。エンドマンモスと鴎外は唐突すぎるだろ。ナオミドラのフルコース。でも虹の実とか BB コーンとかの初期勢のがうまそう。エアとかサラダって感じしないやろ。フルコースコロコロ変えてもいいだろ。むしろ実際のフレンチだとそれが普通や。一年中旬な食材が手に入るわけがないから、シェフが食材の一部やメニューを臨機応変に変える。ビリオンバードに対して小松が食べられるために生まれてきたのに的なことナチュラルに言うのゾッとしたわ。でも一番うまそうなのはジュエルミートだよね。これサニーは美容にいいものとかココアちゃんと処理した毒物とかテーマがあるけど、トリコは特にそういうのないから格落ち感あるんだよな。ここのフルコースにそんなテーマないけど、なんかすごい食材をフルコースに入れたら勝ちみたいなのやめないか？捕獲レベルの高さと味は別に比例しないんやろ。結局虹の実よりうまそうなデザート出てこなかったし。フルコース8個じゃ少なすぎる。リーガルマンモス入れてなかったっけこいつ？で、ミドラさんのフルコースのインパクトに勝てるの？レベルイコールうまさじゃないからセーフ。後半出てきた4000とかのやつら全くうまそうじゃなかったろ？メインは一番まずそうなのがね。小学生みてえな語彙力好き。地球の民子でなんか草。でもグルメ細胞の設定的には強いほどうまい、だから捕獲レベルとうまさ波相関関係にはある。トリコ三大黒歴史。ここのフルコースメニュー、小松の花。バトルウルフテリーの捕獲レベル測定不能。めちゃくちゃインフレしてもその召集用時にはリセットされるたけしって優秀だったんだな。お前はトリコ？って本当はお前は？トリコって書きたかったんだろうな。これよく見るけどトリコ一度も読んだことない俺にわかりやすく解説してくれ。俺のフルコースはあと3つで埋まるが、お前の調子はどうだトリコ？ってことお前はトリコですか？ってなってる。